はい、こんにちは。今日も布の袋を続きを作りたいと思います。これが前回までの作った袋ですが、この紐を通すところがまだ作ってないということで、今から作りたいと思います。それでここはですね、8センチですね。8センチの幅で、切るといいかと思います。これはまあ好き好きということですけど、まあ大体8センチぐらいで切るとあんまり大きすぎても調子悪いし、小さすぎても調子悪いということですね。で、片方を縫いますが、まあこういうもともと縫ってあるところを利用して縫えばまあいいかなと思いますね。これまあ仮縫いというか、仮縫いのような感じで縫っていくんですけどね。小刻みにここは縫った方がいいと思います。あんまり長く縫うと、ちょっと紐を通すときに、こう、まあ、ちょっと、面倒なことになるということね。で、この折り返しのところは、10ミリぐらいですかね。10ミリか12ミリぐらいのところで、止めて、仮縫いのような形で、でいけばいいと思います。これはまあ3センチに1箇所ぐらい止めて、いくということですね。で、これは今日朝作ったものですけど、この部分を今から作るということですね。この部分を作るということです。で、これはちょっとずんぐりむっくりした形になって、これは4枚仕立てのちょっとこの、なんていうか、ずんぐりむっくりした形の形になってるんですけど、これはまあ、形はどういうふうにでも調節できるんですけど、まあ、好き好きで、自分の好きなような形にできるということですね。それで、これで、このぐらい縫えばいいと思いますけど、それでこういうものができるわけね。ここを縫って、ここを縫ってという、こんだけですね。で、この今、これから作るのを、こういう形ですね。こういうふうに置いて、で、これをここに置いて、ここを仮縫いしていくということですね。で、ただ、この始まるところが、この前も言ったように、ここ、縮めたところ、ではない、縮めたところと、縮めてないところの、この間のところから始めた方が、いいと思います。まあ、なんでいいかって聞かれても困りますけど、まあその方が形としていいと思いますね。それで、でまあこれを今言ったこの縮めたところと縮めたところの間から始めていくということで、仮縫いはどこかっていうと、だいたい15ミリぐらいのところを仮縫いしていくということですね。これは15ミリというのは、全体をだいたいこのここからここからここまでの間なんですけど、これはあんまり変わらない方がいいと思う。一定のところをこう仮縫いしていった方がいいと思いますね。
まあ、そのために仮縫いして、後から直す場合は、この仮縫いのところをほどいてやり直すということにしますからね。いきなり縫っちゃうと、やり直すときに大変だから、こういうことをやる。これ仮縫いっていうのはちょっとめんどくさい感じがしますけど、そういうふうにした方が、まあ、後々いいということね。そういうことが、まあ、言えるということですね。で、ここの最後のところの、まあ、どうで、3センチぐらいの手前で、まあ、一回やめるということですね。仮縫いはやめるということ。で、ここをですね、最後のところ、ここのとこを合わせて、行き過ぎても、こんな風になっとってもいかん、ダメだし、これ足らんでもここ空いてるとおかしいから、このピタッとこの、合ったところで、決めるっていうことね。決めるっていうか、そこで、長さが決まるということになります。まあそういうことで、今言ったここね、ここがピタッとこの合った状態で、ここを仮縫いするってことね。で、縫ってから切るんですけどね、ここで。で、こういうふうに この仮縫いですけど、ここはちょっと細かくやった方がいいというのは、紐を通すときに、紐の通すのが引っかかったりするから、ちょっと細かく縫った方がいいと思います。で、こういうふうにして、ここで、ピタッと合わせて、ここで止めるっていうことね。ここを合わせる必要がある。これぐらいですね。こことここを合わせるという。で、ここで、ちょっとし、あの、下、止めるという、これで。止めます。で、これで止まったので、止まったから、これがもういらないわけね、こんだけ。で、ここを切ると。いうことですね。これは使いますから、使いますから、これは。で、ここも止めます。ここ、上というか下というか、この紐を通すところの、これも止めて、まあ、3回ぐらい縫って、止めればいいと思いますね。よしと、それで、ここでね、前、説明したと思いますけど、ここに、ちょっとこの中が見えると、なんか変だから、ここに見えないように目隠しのようなものをこうやるんですけど、ここにこういうふうに、なんでこんなものをやるんだということですけど、これね、やっぱりやった方がね、いいと思うんですよ。中が見えると、なんかちょっと変だから、ここにこういうものを、つけるということで、これどういうふうかっていうと、こういうふうになるでしょ。と、ここが中が見えると、なんか変なところがいろいろ、ごちゃごちゃしたところが見えるとみっともないから、ここが中が見えないように止めるっていう、隠すっていうかね、そういうことなんですよ。だから、これはやらなくてもいいんだけど、あった方がやっぱりいいですね。あった方が絶対にいいと思います。ですから、これをこの幅3センチか4センチぐらいでいいと思いますけど、この隠すと、みっともない、みっともないっていうか、いろいろ縫ったところを隠すっていうことね。まあ、そういうこともやります。
まあ、大したことないけど、やった方がいいと思います、これは。やって、仕上がりがやっぱりその方がね、いいから。ここは皆さん見るからね、この紐のところは。まあそういうことで、今ここ仮縫いがしてあるから、ここを今から本縫いで縫っていくということね。それは別にそう難しい話じゃないということですけど、やっぱりこれも5ミリぐらいで縫っていきます。それで今日というか、まあ今ね、自分はね、1ヶ月に1回ぐらいイランコ新聞っていう新聞を発行してるんですけど、次の新聞を発行する時期がね、来てるんですよ。で、だけどまだ発行してないんですけど、今ちょっと少しずつやってるんですけど、書くことはもうたくさん十分あるんですけど、一回発行すると35,000円かかるんです。で、ちょっと、まあ、金がないことはないけど、ちょっと少ないということね。こういうものですね。こういうイランコ新聞っていう、これこういう新聞をこの4ページあるんですけど、この4ページ。これを編集する時期が来てるということなんですよね。まあ、ですから、作らなあかんなと。作ればだけど発行すると35,000円いるっていうことで、まあ、ぼちぼちやろうかなと思って、来年の年明け15日ぐらいには発行しようかなと思ってるんですけど、ちょっと、金との相談ということですね。で、それから12月の26日、だからもうすぐですけど、水が燃える燃料に変える機械を開発した会社に150万円、出資してるんですけど、そこの会社の説明会が、研修会という名前の説明会が、12月26日にあるんで、そこに参加する、必ず参加するようにって言われてるんで、参加しますけど、ただし、スーツ着てこいと。スーツ着て、ちゃんとした姿で来いっていう条件がついてるんで。ですから、まあ、スーツなんか着たことないから、スーツを着てみて、それから革靴もちょっと、まあ、磨いたり、そういう準備、それから書類も3枚か4枚ぐらい持ってかなあかんから、それと身分証明書、それからバッジ、その会社のバッジですね。そういうものをちょっと準備して、一つでもかけると中へ、会場に入れてくれないんで、準備をそろそろ始めないかんということね。水が燃える。燃料に変える機械を開発した会社ですね。で、その会社は、会社の説明では、その株の価値が、2年後には1億3000万円。130万円が2年後に1億30万円の価値になる、値上がるってことね。で、3年後には5億円とかね。まあ嘘のような話で、そういう説明です。で、15年後には13億円になるという説明を聞いております。まあだけど、まあ、誰に聞いてもそんな水が燃えるはずがないから詐欺だと。お前は130万円、騙し取られたんだと言っていう人が、まあ、100人中99人が、まあそう言っております。けども、自分としてはそういう機会は
このあるというふうに思って今も思ってるわけですね。で説明会が12月26日水曜日にある、名古屋のホテルで、大きなホテルであるんですけど、まあそこに参加してまたいろいろ説明してく聞いてくるということですけどね。でその準備をそろそろしようかなと。スーツ、革靴、それから、まあ、今日はビットバンクっていう日本の取引所ですけど、仮想通貨の取引所なんですけど、そこを使えるようにトーイック600ですね、600っていう女の人にちょっと頼んで、パソコン近くのスターバックスで、パソコンで設定してもらいました。まだ全部終わってないです。あと写真を送って、設定すれば、まあそこでビットコイン売ったり買ったりできる、まあそういう取引所ですけど、そのビットバンクっていうところが、取引り、手数料が安いっていうことだから、そこに日本円を送ってビットコインを買ったり売ったり、また海外にビットコインを送ったりなんかすると安いということなんですよね。だからビットバンクっていうところをこれから使っ、ちょっと慣れてね、今までコインチェックっていうところを使ってたんでやってたんだけど、コインチェックが高いから手数料が。だからビットバンクにちょっと徐々に変えようかなと思って。まあ今日はそのトーイック600の人にちょっと手伝ってやってもらいました。で、みかんを、7個か8個か、そんなもん、渡して、まあ、食べてくださいよっていうことで渡しましたね。まあ、酸っぱいというのは英語でサワーっていうらしいですけど、まあそういうことで今日はスターバックスでコーヒー飲みながらちょっとやってもらったっていうことですね。ちょっと一つずつ、まあ、やれるようになればいいかなということですね。それから明日は日曜日ですけど、明日ですけど朝10時からまたベトナム人のソン君っていう人がいて、日本人と喋ると日本語が上手になるということで、日本語上手になりたいということで、また明日今日と同じスターバックスに来るらしいので、まあ雑談で、まあ勝手なことを喋ってるわけだけど、そういうことにしようかなということで、今さっき連絡したら来るって言ってましたから、来ると思いますけどまあYouTube の収録もしようかな、2人で雑談を収録しようかなと思ってるんですけど、ちょっとまあどうなるか分かりませんけど、孫君って28歳の人ですけどね、これで2回目ですけどね、会うのは。はい、でこれでまあ一応できたんですけど、ここに紐を通すんですけど、紐をこういう紐を手で作るんですけど、この紐を作るんですけど、まあ今じゃあちょっと後で作りたい。でやっぱりここさっきここにつけたから中見えんように、やっぱりいいでしょ、これ中が見えると変だからね。これやっぱりやった方がいい。まあそういうことで紐は後でまた作りたいと思います。で、次の、袋を作りたいと思いますが、まあ同じ生地で作ってると飽きてくるので、まあ今日から明日にかけて、これ浴衣ですね。どうもこの浴衣って感じですけど、これをバラバラにして、これで袋を作りたいと思います。これ浴衣だと思いますけど、これをね、バラバラにして、次、袋を作りたいと思います。まだ生地はいろいろあるんですけど。で、これを、の生地で、次の袋は作りたいと思います。で、これどうしようかな。
5本で行くか4本で行くかだね。4本だったらこのぐらい、5本ならこのぐらい。まあどちらもいいんだけど、ただ5本にすると時間かかるっていうことだけど、話して、まあ作り方として全く一緒やけど、一緒で、5本も4本も一緒です。まあ4本で行きましょう。まあ、どっちでもいいんですけど。まあ正月は名古屋の、通称ドミトリーっていうかね、一つの部屋にベッドが6個とか8個とかあって、そのベッドが一つ、まあ、3000円、一泊3000円とか、まあ、平日だと2500円だったかな。まあ、そのぐらい泊まれるとこが名古屋にあるので、そこで泊まる予定にしとるんで、で、そこには外国人がいっぱい来るわけですよ。で、そこで外国人にこの袋を1枚ずつ、1つずつやろう、渡そうと思ってるんで、まあ、作って、まあ、20個か30個持ってって、会った人に渡すということなんですけどね。まあ、そういうことで、で、これも何回か言ってますように、必ず表と裏とよく似てるって分からんので、この折り目を見て、合わせてね、この段階で合わせて、こっちが表かな、こっちかな、こっちだな。こっちだな、こっちが表ってことやな。で、作っていくんですけど、もういつも言ってます。何回も言ってますけど、こういうふうに置いて、こっちが表ね。こっちが表。で、この次は、折るときは、こちらが表、こちらが表ですから、この表と表とが、合ってないといかんけどね。だから、この直角に、こういうふうに置いて、ここを縫っていくってことね。まあ、白糸で縫うとよくわかるんですけど、まあ、ちょっとあんまり白糸でみっともないで、黒糸でいきます。黒糸はちょっと見にくいけど、そんなこと言っとっちゃいかんで、黒糸でいきます。それからですね、この間、歩いて30分ぐらい行ったところに、セカンドストリートっていう、中古屋さんがあるんですよ。何でもいろんなものが中古のいろんなものを売ってる店、リサイクル店みたいな、リサイクル店ですけど、そこでギターね、クラシックギターですけど、2500円って売ってたんですよ。で、まあ安いから、いいかなと思って買ってきたんですよ。その2500円のギター。ただしね、袋がないんですよ。袋っていうか入れ物がむき出しで買ってきて、袋をまた別で売っとるらしいんだけど、大きさがあるから、まあ、で、次の布もこの表へ向けてここに置いて、こういうふうに置いて、ここが表と表になるようにして、この縫っていくっていうことですね。これでないと、あと大変なことになる。裏表間違えるとえらいことになる。すごいめんどくさい。もう頭いきてゴミ箱捨てたりすることある。そういうことがある。よくある。まあ、それでそのセカンドストリートでギターを、クラシックギターを買ってきました。で、昨日ちょっと弾いてみたら、結構いい音がしましたね。弾きやすいのも弾きやすいし、ちゃんとしたメーカーの、ギターだったんで、いいかなと思って。2500円で、ちょっと解読、お買い得で、解読っていうか、儲けたって感じですね。ただし、入れる袋がないと。
それはまあ、だから、そのうちどっかで買って、サイズメモしといて、買うとき、そのサイズ測って、買ってきたはいいけど、ギターの方が大きくて入らんかったら困る。で、この最後は、4箇所、2本縫って、最後はこの、こういうふうね、最後はこことここで、こういうふうにして縫っていくと。これ最後は縫っていくということですね。今日の春日井市は朝雨降ってましたけど、今はなんか晴れ間が出てきて、晴れると思いますけども。でも、ベトナムの孫の兄ちゃんがメッセンジャーで連絡くれたけど、明日雨ですがいいですかみたいなこと言っておいて、雨だっていいよって返事しておいたけど。風邪ひいてる人が多いみたいで。まあそういうことで、これがまあちょっと縫いかけちゃったけど、4つ、4枚のこの、これで明日縫っていくんですけど、まあ今日はこれまでにして、続きは明日ということにしたいと思います。でですね、また、YouTube 見に来てください。明日、この、今言った紐を作って、ここに通そうと思いますけど。まあ、そういうことで、まあ、大した話じゃないですけど、そういうことで、また来てください。